カリナはガーデンスケープで1位になった経緯も明かしました。 K-POP ファンの皆さん準備はいいですか？エスパのカリナが最新の爆弾発言で、あなたのアイドルに対する認識が大きく変わるかもしれません。イ・ヨンジの人気 YouTube 飲み会番組の会話で、カリナはステージ上だけでなく人気ゲームガーデンスケープの仮想世界での実力をも明らかにし、アイドル業界の長年の神話を否定しました。イ・ヨンジがカリナの意外な事実を暴露して議論はスタートしました。ヨンジは、あなたについて一つ衝撃的なことを知ったんですと告白しました。ホームスケープを全部終わらせたんですよね。それはかなりクレイジーだよ。しかしカリナは誇らしげな笑みを浮かべながら、ホームスケープではなくガーデンスケープですよと訂正し、韓国でナンバーワンですと続けました。エスパのカリナはトップアイドルの一人であるだけでなく、現在韓国で人気のモバイルパズルゲームガーデンスケープのリーダーボードで9926という驚異的なレベルに到達してトップに立っています。この事実を受け、ヨンジは多くのファンの頭をよぎったであろう疑問を口にしました。 K-POP アイドルにそんな自由な時間はないというのが一般的な認識でしょう。そんな時間がどこにあったのとヨンジが聞くと、カリナは重大な事実を明かしました。時間はたくさんありますよと笑いながら言い、アイドル界の神話を否定しました。芸能人に時間がないというのは全部嘘、全部嘘なんです。移動と待機に多くの時間がかかるからゲームをしないというのはもったいないです。アイドルはスケジュールやリハーサル、ファンイベントなどやるべきことがぎっしり詰まっているというのが一般的な認識ですが、カリナは斬新な反論をしました。エネルギッシュなパフォーマンスやたゆまぬ練習の合間には静かでリラックスする時間があり、カリナのようなアイドルは一つや二つのゲーム、彼女の場合はガーデンスケープで約1万レベルに到達するほど没頭できたのだと言います。この率直な告白を通してカリナは今まで明かされなかったアイドルの魅力的な生活をファンに公開しました。私たちと同じようにアイドルもまた読書や執筆あるいはガーデンスケープのプロになるなど、リラックスして個人的な興味を追求する時間を持つのだということをカリナは思い出させてくれました。